愛知県は愛知軍の一、愛知軍は愛知県の軍。愛知県の県名は本軍に由来する。人口44,029人、面積18.03桂平方メートル、人口密度2,442人、桂平方メートル。以下の一町を含む、1878年に行政区画として発足した当時の軍域は、上記一町のほか、下記の区域にあたる。 伊勢湾東岸の丘陵地と中世平野からなる地域で古くから漁老や農耕が盛んに行われてきた。厚田神宮そばのダンプ山古墳は尾張最大の前方公園墳で周囲の古墳群とともに尾張市の領母だと考えられている。古代名古屋市南部すなわち厚田大地付近は半島を成しており周囲は干潟を成した湾が入り込んでいた。この干潟が あゆち型と呼ばれていた。万葉集では、高市黒人の歌として、桜がえ鶴鳴き渡る、あゆち型潮日にけらし鶴鳴き渡ると読まれている。また、日本書紀には、厚田神宮付近に、我、唯一村が存在したとの記述が見られる。諸説あるが、後の、愛知という地名は、これらが由来となっている。古墳時代以来の大豪族であった尾張国造の、ケーには、 燃料指標の表記が見え、大法律量制定以前は、表として燃料指標が置かれていたことがわかる。愛知県という県が存在したという説もある。大法律量制定により表や県といった行政区画は軍となった。愛知郡の表記は、713年以降、工事二事例により表記が愛知あるいは愛知に改められたと推測され、10世紀以降に、 編纂された演技式や和名章には、愛知軍と平城系出土木間では、愛知軍と記載されている。なお、和名章で、愛知は、愛知と訓読されている。江戸時代末期編纂の、尾張氏では、愛知を、愛知と読むのは誤りであって、あゆちが正しいという説を唱えている。高938年頃に成立した、和名類章に、愛知郡の里として掲載されているのは、 以下の通り。ただし、読みが特定できるものについては括弧内に記載した。式内者、演技式新名帳に記される軍内の式内者。終わり現時は、多くが上級の乱で京都方に加わり衰退し、室町時代には官僚芝市の両国となっていく。さらに応仁の乱の後に守護大の織田氏一族が勢力を固め、今川氏との勢力争いの末に、織田信秀が、 名古屋城をはじめ一帯を手中に収めた。織田信長は、信秀の子で、名古屋城生まれ、豊臣秀吉も愛知軍中村生まれだと考えられている。この頃、山田軍南部が併合され、愛知軍の範囲が大きく拡大した。江戸時代に入ると、名古屋城が築城されて城下が整備され、近郊の村々も次第に発展していく。1871年、廃藩地県により、 終わり藩は名古屋県となったが、翌年名古屋城下町の所在する軍の名を取って愛知県と解消された。愛知県発足当時、愛知軍は第1大区と第2大区に区分された後、1876年、従来の第1大区は第1区となり、第2大区は第2区となった。名古屋市の市域拡張以降の軍域は、旧山田軍の領域と考えられ、 立領期の愛知軍とは重ならない。明治11年の合併当町村静紙工事の2丁45村1、厚田町2、鳴海町3、古沢村4、小伊勢村5、名古屋村6、高場村7、日室村8、植宝村9、柳森村10、岩塚村11。 三栗屋村12、市柳村13、嵐子村14、松葉村15、八和田村16、明徳村17、下野一式村18、関西村19、宝田村20、小族村21、笠寺村22、星崎村23、鳴尾村24、島野村25、八富村26、水墓村27、高路村28、五木村29、千草村30、 鍋谷上野村三十一、31村三十二、猪32村の十三、高屋ら33十四、上田村三十34う村三十六、35山村三十七、昭36かぐやま37 38 春木村三十九、靴掛け村四十、豊明村四十一、白山村四十二、岩崎村四十三、岩崎村四十四、長久手村四十五、畑野村四十六、上里村四十七、山口村自治体の変遷。ありがとうございます。